タトゥークルーの今夜は〇〇る今日もギリギリまで喋るっていう危なかったですね危なかったですということで始まりました、はい、この番組はですね、各週火曜日夜9時からここ、タトゥースタジオラルーシュで、はい、ユーストリーム生放送でお送りしております、はい、一応女子力向上をもとにそうだ、ね、いろいろガールズトークを繰り広げているんですけども圧力女子ってどう圧力女子人に圧力をかけていくタイプの女子かっこいい、かっこいいに入るのかな嫌われると思う嫌われるかモテないモテない女子、うん、モテない女子、うん、まあいっか、うん、いろいろとそうですね、そうですねという感じでいろいろとお話ししていくんですけども前回はまずは、はい、かわいいかわいいななみさんがそうですね、はい、タトゥーを入れたということで、うん、ご紹介させていただきましたいただきました。はい、よかったですね。スーホイ47。スーホイ47。スーホイか。スーホイ47。スーホイじゃなかったっけ？間違えた。今カンペ見たのに間違えた。スーホイだ。スーホイ。はい。スーホイ47ですね。ロシアのね。はい。戦闘機ということで、はい、いろんなね重さだったり長さだったりっていうのも書いてあったんです、ね。違うよ。あれ？何でしたっけ水力とか、ね、あそうだ水力だ、うん、っていうのをねいろいろ書いてありまして本当にかっこよかったですねそうめどうしたんですかまあげんなりしたげんなりしたそうやっぱりなんか本当かっこよかったよねかっこよかったあれね結構ね、うん、最初にやった時に、はい、前の時もどうしようかみたいな感じで、はい、結構ね打ち合わせで2回ぐらいしたのへーでなんかあの戦闘機を入れたいっていうのはあったんだけど、はい、どういう形で入れるかっていうのを考えて、はいはい、でなんか、まあ、そのまんま入れるのもいいけど、うん、こうブラック&グレーでちょっとリアルに入れるのもいいけど、はい、なんかちょっとこうああいう図面っぽい感じにするしてあげるとなんかこうスタイリッシュに見えるじゃん、はい、ちょっとこう少し和らぐというか、うん、でそれでいいかなと思ってそういう感じで、ね、決めたんだなるほどすごいおしゃれですよね、うん、なかなか本当にその戦闘機だけとかっていうのでかっこよく入れる場合もあるけどそうだねあれはまた新しいデザインですよ ね, うん、うん、かっこいいそうだったということで、めぐちんさん、こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。って思ったじゃん。はい。前回も来てると思う。そう。兄ちゃん掘り始めたんだって言ってたもん。あ、そっか。うん、なんか前回なんかチャット少なかったからさ。ああ、少なかったです。ちゃんと読むの忘れてたっぽい。あ、結構放置プレイしてましたよね。得意の？兄ちゃんお得意の？得意じゃないですけど、そうだ。お久しぶりです。2週間ぶりですね。そうですね。はい、ありがとうございます。うん、はい、ということで、ななみさんね、次なんか入れる予定あるんですかね。ね、なんか次も気になる。そうだね、うん、またかっこいいのを持ってくるんじゃないかな。そう、うん。一番最初はこう、背中のね、そう入れたって言ってて、ね、はい。で、その後、戦闘機が来て、うん、次何が来るんだと。やっぱミリタリーものかな。楽しみですね。うんということでそんな可愛らしいゲストさんも来ていただき、はい その後に私のデビュー作というかそうです ね, ですねあの堀市になってからの記録をしていこうということ で、ね、新コーナーが始まりまして、うん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 、そこで、今月か入れたタトゥーをご紹介させていただいたんですがです、ねね、ピザですねピザ外人さんの美味しそうだったチーズとろけて、ね、サラミも乗っていて、うん、美味しそうでした美味しそうでした、うん、美味しいだろうなって想像しながら掘りました、うん、お腹減ってたねお腹空いてましたねそうなんですでねこれその後もこの2週間でいろんな方を掘らせていただいたのでまた後ほどご紹介したいと思います、うん、そうですね、はいはい、そして、はいもう一つがねペイントペイントあその前に忘れてた、うん、あれだ光先生のそう講座も受けましたね。ベイプ講座、ね。汗だくで。汗本当に。もう真横でも滝のように汗をかいて。今日なんかエアコン消しといて。あそうですね。私たち寒いから後で多分、うん、あのストーブがつくと思うんですけど、うん、そんなあの汗かきな光博士も後で。うん汗かきな光博士で結構結構いいよ違うか
いいけども、うん、私結構意地悪して言ってたけど、はい、今結構意地悪じゃない意地悪だったよ。ストレートに来ました。ストレートです。一番嫌かもしれないと思ったの。そんなこと言われたら、ね、ごめんね。パワハラだって。パワハラか、うん、やばいな。後で謝っときます。そうだね。そして、あとはボディーペイントですね。宿題の桜ということで、まあ一応この間はデザイン発表だったんですけども、ね、はい、一発目にハスと言われ魅惑のチョップスティックでしょ、うん、そうですね、うん、その前にこれ放送の前にベティさんに確認してもらったらこれどうするのって言われもう散々だった。そうですね、発想はいいと褒めていただいたので、うん、そこはすごく嬉しかったですけども、今回はそのハスとそれをどうするんだっていうことで、いい発想をより良くするための、そうですね、どうにかしてきました。そうです、良かったです。はい、ということで早速、はい、ペイントをしたいと思います。レイクティーさんはみーちゃんお仕事頑張ってる？頑張ってます。頑張ってるね。そうです ね、うん、いろんな人まだこうちっちゃいサイズのやつなんですけど、うん、もうそれでもいろんな方を掘らせていただいて、ねね、楽しくやってます。いろんな人とおしゃべりもしてね、はい、そうですね、うん、あと外人さんもちょっと多いので、ね、あ、そうだよね、うん、で英語勉強しようよって話を、ね、そうなんです、ね、最近の新しいチャレンジ、覚えてたじゃん、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、もう忘れる、忘れちゃった英語難しい。だやってたじゃん、この間。Would you like の方がいいよみたいなこと言われてたじゃん。あ、言ってました。うん、なんだっけ、あ、紙に書いてたんで、後で確認します。そうね、お願いします。そうなんです、まあ。新しいチャレンジはね、英語をちょっと習得したいなという日常会話だったり。ね、今年ね、ちょっと1年間やってね。はい、うん、多少分かればいいよね。そうですね。ほら、堀市なんてって言い方はまずいですよ、これは生放送だから気をつけよう。堀市は、はい、どんなデザインがいいのとか、はい、まあ、ある程度のね、うん、決まってるからね。そうです、ね、それさえこうスムーズにいければいいよね、うん、はい、デザインとあと値段とどこがいいっていうのと、あとちょっと日常会話がね、どこ来たのとかね、うん、できたらいいなと思います。ダーニンダーニン、はい、うん、ということで、では早速ボディペイントに行きたいと思います。はい、みー先生のボディペイント講座。そうだね、こうなんですね。そうです、今日は、はい、ということで、はい、前回の桜のデザインなんですけども、直してきたの、うん、どうにかしてきました。まずは直しました。直してきたの。まあまあ見づらいと思うっていうか全く見えないですよね。なんか白いコピーしたやつは、コピーしてないです。あ、そうか、ああしてないんですよ。そう、あ、あれだ、してないです。そう、完成を見てください。そうですね、はい、わかりました。桜がここに束があって、うん、ここに1枚あって、見えてないよ、全く見えてないよ白い紙しか見えてないよ。花びらがあって、うん、まあ、ここは私枝をイメージして、うん、前回のはね、はい、棒でこうつなげて、うん、ブレスレットにしようっていう話だったんですけど、箸に見えてしまうので、その間をちょっとビーズっぽくポチ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 っていうデザインに変えてきたので、全くわかんないけどね、とりあえずやってみます。はい、ということでですね、今回から新しいボディペイントの機械が来まして、新しいエアブラシと新しいコンプレッサーが入りました。素晴らしい、はい、こちらですね、エアテックスさんじゃなくて、エアテックスさんだと思います。エアテックスさんの商品でこちらのコンプレッサーがワンダーという、見えてないよほら、ワンダーというとてもコンパクトで可愛らしいデザインの、コンプレッサーなんですけども、こちらはですね、なんとコンセントがなくてもマシーンが動くというとても優れたマシーンになってるんですけども、今まで私が使っていたのはもうちょっと大きくて、まあ、コンセントがないと使えなかったんですけども、こちらはですね、持ち運びも可能だし、こちらはですね、ジャーバネット、ジャーバネット、こちらはですね、もうちょっとうまくやってもらっていいですか。もうちょっとクオリティ低かった。カズさんがうまいんだよな。そうね、持ち運びも可能ですし、見えてないっぽいな。そうだ、はい、です。そしてこちらのエアブラシはですね、
セルフィーというお名前でですね、こちらはこちらもあのいつも使ってるエアブラシよりも軽いんですよ、すごく。で、これ電源入れると分かるんですけど、ずっとエアが出てます。本来だったら大きい方だとあの押してからじゃないとエアが出ないんですけ ど、 なるほど。これはもう出っ放しで引くだけでインクが出てくるので、とても初心者向けです。じゃあエアが出てても、はい、インクは出てこないんだね。出てこないんです。そうなんです。で、普段私が使ってるのは押して引くとインクが出る、押すとエアが出て引くとインクが出る。でもこれはもうエアは出っ放しで引くだけでインクが出てくるので、とても初心者の方には簡単に使えるエアブラシになってます、うん、はい。あとはですね、ちょっと違うところは、あの、はい、エアの圧力ですね、圧力の量が、あのやっぱりあの充電式だったりコンパクトっていうのもあって少し弱めになってるんですけど、あの今日やるようなデザインとか小さいデザインだったら、これで十分だと思います。はい、そうだよね。そうです。だって結構ちょっとエア当ててみて、はい、よいしょ、おお、どうです、おおおおお、かかってる。うん、そう。分かる。言うほど弱くないし、言うほど弱くない。めちゃめちゃ強いってわけでもないんですけど、本当ワンポイントだったりだったらこれで十分なので、はい、今回はこれを使用したいと思います。はーい。すごいまとまった商品紹介だった気がする。そうでもないよ。え、そう。そうでもないよ。うち結構良かったと思った。すごい自画自賛だけど。そうでもなかったよ。そっか。ちょっと横切ってよろしい。あ、どうぞ。ちょっと横切ります。はい、ということで今回はこれでね、キャーわペイントしていきたいと思います。まずはですね、あの自分でやるので左手にブレスレットとしてやりたいと思います。はい、はい、まずめぐちんさんが宇宙ライクは丁寧ですよね、わらわらって何したいですかって意味ですよね。うん、多分。みーちゃんネイルしてない、おてても可愛いだって、クリームパンみたいなテンションですよね。クリームパンってそういう意味の可愛いですよね。ネイルやってないとやっぱり指短いくん、そんなことない、あんま変わんないから大丈夫だよ。言うほど変わんないよ。マジですか。うん、大丈夫だよ。ちょっとショックだわ。本当ごめんね。大丈夫です。忘れるからすぐ。そうか、そういうことか、覚えさせないと。お前の手はクリームパンだみたいな。ということでまずはアルコールで手を取って先にインク用意しようかな。はい、インクはですね、ここのちっちゃいこのところに入れます。量はちょっとあの入れるのは少なめになってしまうんですが、なるほどね、こんな感じで。クリームパン言われればだって、めぐちんさん。だしょだしょ。そう、私手大きいんですよね。そうそうそう、すごくね、うん、いいよね。いいですか。いいな、うん、でも足も大きいから、うん、いいんじゃない。いいですか、うん、大丈夫ですよ。よかった。最近の若い子は結構大きいんじゃない。あ、見たいですね、うん、足とかも。身長も大きいしさ、みんな、うん、うん、だからなんか前はなんか中学高校とかの時は大きいのがすごい、すごいでもないけどちょっと嫌だし、あんまりいいデザインの靴がないなと思ってたんですけど、最近は私 L か LL なんですけど、 L サイズとかむしろあのサイズが売り切れてるんですよ、 M よりも。あ、そうだよね、 L の方が多い気がする、売り切れ率が。そうなんです、そのくらい多いんだなと思って、うん。それではステンシルを貼っていきたいと思いますが、これちょっとカーブするので切ろうかな。手も足も大きい人はお金をつかむのようだって。へえ、やったじゃん、お金持ちになれる、うん、頑張ろう仕事。そうか、うん、よかったじゃん、手が大きくて、うん、よかったです、うん、肉厚だしね。肉厚関係ありますか。え、あるか、あるよ。そう、なんかみーちゃんの手は確かにネイルしてない方が私的には親近感というか安心感がある手なんだけど。あ、本当ですか。なんかほっこりするっていうの、みーちゃんのネイル攻撃的だからな。そう、刺されそう。それすごい言われます、うん、なんかこう違った。
あったかい気持ちになります。クリームパンですから。そうですね、よかった覚えてもらえて。これ繰り返しることによって覚えるちゃんと、うんうん、そうです。そうそうそう、あ、それってそうやって使うんだ。そうです、透明シート。はい、初めて見たよ。ま、マジですか、うん、これペタってくっつくので、うん、細かいやつとかもスムーズに貼れるんですよ、うん、そうなんだ、うん、なんですけどちょっと今日細かすぎて無言が続くかもしれないですけど、喋、うん、りましょうか。メグチンさん喋ってるからいいよ。メグチンさん、メグさん、私タバコだいぶ減りました。あー、ベープにしてから、うん、ただこの間マッサージのおじさんが来て、はい、ベリーちゃんタバコやめたらさとか言って、なんか血管の通りがいいよって言われてさ、へー、なんか違うんだと思って。さっきお客様と話してた時も、うん、なんか 肌ツヤがすごい良くなった気がするって言ってましたよ。お客さんはさ、うん、いいこと言うよ。そっちか、うん、お客さんはいいこと言うよ。そうですよね、うん、はい、ペタ。さあこれ今日うまくいくかな、うまくいってほしいな。理師の仕事はあまり派手ネイルにはできないですよね、だって、うん、やってたんですけど。そうなんだ、ね、まあ、いろんな諸事情によりね。そうなんですよ、基本ってね。はい、はい、か、てかむしろなんかそっちの方で慣れてたんですよね、うん、ずっとやってたから。それで、うん、なんかでも結構やってる人もいるよね。うん、女の人とかだと。あ、分かんない。でもジェルネイルとかだったらね、いますよ ね、うん、きっと、うん、そんなに。でタバコ吸ってないとね、なんかね、うん、脳みそまで、はい、血液が回るから、はい、記憶力良くなったんじゃないのって、なんかいろんなことに気づく、頭を変えて良くなったんじゃないって言われたんだけど、うん、割といい方だったからあんまり分かんないですよね。逆に神経質に、前から神経質だって言われてたのに、それ以上神経質になったら困るからタバコ吸おうかなってこの間ちょっと思っちゃったの。逆にですか。そうか、ベティさんと私とタメです。タメなのですよね。そう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 、同い年だから今年35でしょ。ほうほうほう、やばいですよ、35だもん。ああ、アラフォーになってしまうってことですか。そうですよ、ありがとうございます。いや、私ね、20代前半ぐらいからずっと35になりたかったの。どうしてですか。だって20代そこそこのクソガキが、はい、なんか言ったところで何にも聞いてもらえないじゃん。あ、まあまあまあ、まあ、でも35だったら、はい、なんかこう適当なこと言っても聞いてもらえそうじゃない、嘘でも。あ、なるほど、そういうこと。そう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 、適当なことこう言っても、はい、まあ、ちゃんとしたことももちろん言うけども、はい、聞いてもらえそうじゃ、あーみたいな感じで。 なるほど、うん、言われそうだと思わない。そうですね、確かに。でもそっちの方が受け入れてもらいやすそうですよね。そう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 。でその時は思ってたの、はい、でもこの間気づいたんだけど、はい、よくよく考えたら私20代の時に35の人言うこと聞いてたかなと思うと、うん、あ、全然聞いてなかった。そう、ダメだということ気づいたの。なるほど、うん、関口さんも、うん、もうまだ35じゃ断然ダメだよって、40過ぎないとつか、あー、まだまだーハードル上がっちゃったーと。ハードルが、うん、だって年齢に関しては本当に1年1年進んでいかないと年を取れないわけですよ。そうですよね。そうだから、あー、なるほど。それさ、間違えでしょ、測ってないよね、うん、間違えたそう思ったんだ俺。やばい、これいいなんでそれ剥がさなくていいんだよ、切ればいいのか。じゃあここに、はい、この長さは合うんだよ多分。これここは合うでしょ。はい、あ、合わ、ここに桜が来ないと。あ、そういうこと。それとそれと交換、これ交換だ。あーあーあーあああ、これ意味なくなっちゃってや、透明シートのファイファイ違う。私は子供の時24ってすごい大人だと思ってたけど、今でも気持ちが子供みたいです、だって。いいんじゃないかな、お供だから。お供、うん、必殺お供で子供と大人の間、うん、そうですよ ね私なんかまだまだか緊張ですね。そうだ、鼻くそだよ。大丈夫ですか。大丈夫そうです。多分こんなに使わないですよね、うん、多分足りると思う、うんうん、
ちょっと切っちゃったけど。あ、ありがとうございます。そのピンセット使いやすそうだね。めっちゃ使いやすいんですよ、とがってて、うん、けどうくんありがとうございます。まあ、足りない。反対にせる、桜が反対になっちゃう。大丈夫、あ、ちょっと短くして、これちょみちゃん、あ、ここですか、うん、そうですね、ちょっとこの桜を、はい、あ、ありがとうございます。ベティさんの指は細くて女っぽいですね。うん、綺麗なんですよ。そうでもないよ、ほねほねしてるだけだからね。ほねほねしてるんですか、うん、ほねほねしてるだけ。褒められるのにあんま慣れてないから、いや、もうちょっとこうだ。バイオリンを弾いてそうな、だって弾こうかな、静香ちゃんみたいな、静香ちゃんギヤーみたいな。バイオリンの人って指細いのかな、ね、どうなんですか ね、ピアノ弾いてる人の指ってすごい分かりやすいんだけどさ、細い、いや、ここがさ、あのしゃもじみたいになってるよね、こう、こう鍵盤こう弾くからさ、あ、曲がなんかこうピヨンってモニョってなってる。ピアノの人ですか、やってる人ですか、うん、やってる。なるほど。さあ、ここからどうしようか。自分の手にあの難しいですね、一周は。そうだね、貼ろうか、お願いします。はい、この大きさ合わせればいいんだね。そうですね、ハサミスタグラサミ、難しい。そうですね、それはよく聞くね、しゃもじ、ね、そうそう、しゃもじみたいになってるんでね。バイオリン弾く人はどうなんだろうね、うん、弦を押さえて、ね、ありがとうございます。余ったシールでさ、隙間塞いだ方がいいんじゃないか。そうですね、あ、ここ、シール剥がして、剥がす、これ、あ、剥がします、で丸々1個、丸々、あ、あります、ありますか、あれ、ここじゃないですか、もう1箇所ないかな、全部ついてついてます、はい、じゃあちょっと余ったところ、お願いします。おっす、おっす、オッケー、みーちゃんのお肉を切らないように。オッケー。あ、あとここだ。あう。なんてこったい。こう一個欲しい。ベティさんは鼻革ジャンでバイクのイメージだったけど徐々に変わりつつある。あ、本当ですか。全く椿鬼奴さんとは遠いところです。鬼奴さん、どっちかっていうと本当本当何にも特に趣味もなく、うん、何もやんないからね。ちなみに革ジャンがまあ持ってるけど着ないもんね。うん、確かに見たことないですね、革ジャン系着てる、うん、ふわふわしてる方が好き。うん、モコモコとか、モコモコ、そうそうそう、うん、モコモコとかそういう感じよく見ます。モフモフとかね、モフ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 、でこの間モフモフ2枚重ね着てたら、はい、あれベイマックスみたいな、モコーチね、あらまずベイマックス、ね、すごいですね、モコモコ2枚、そうだね、パンパンだったよ、パンパン、
ここに丸一個もらっていいですか？オッケーです。これ斜めっこかな、ちょっと。丸って何？取られた。取ってなかった、これ。はい、ありがとうございます。この丸をもう一個ここにあったらいらないかな、うん、あ、いい感じの、うん、今舐めてるけど貼っときます。ありがとうございます。ここですか？あ、ここで丸ですね。さあさあ、もうちょっとで張り終わる。どっちかっていうとね、カフェよりバーよりもカフェの方が好きだし。ああ、うん、そうですね。良いですか？ありがとうございます。行きました。ディスカットしたみたいすごい。さあ、それでは皇居の周りを朝走っていそうな、走れないんだなこれが。ランニング苦手ですか？運動っていうものが苦手。ああ、なるほど。全部全般、うん、歩くとか、はい、もうダメだし、歩くもダメ。そういうスポーティーなことはね、小学校ぐらいから苦手、はい、ああ、なるほど。ドッジボールとか超嫌い。本当ですか？私、うん、ドッジボール大好きでした。みーちゃんは朝ラジオ体操してそう。それはそうだと思う。嘘。それはまあまあその通りだと思う。おじいちゃんおばあちゃん。そうでしょ？そうですかね。ありがとうございます。ラジオ体操してそうだよ。ラジオ体操、まあ嫌いじゃないですけどね。みーちゃん体を動かしてないとイライラしてそうだ、ね。あ、でもそれはわかります。うん、イライラしちゃう。回遊魚、うん、じっとしてるの苦手です ねずっとは、うん、集中しちゃえばあれですけど、うん、なんか、うん、なんつうんだろう、人の話を、うん、あの講義とか、あ、授業もそうでしたけど、うん、本当あの嫌でした。あ、もうその立ちたいみたいな、お知りたいみたいな、うん、っていうのはありますね。想像通りですねそうですね、うん、私は動いてないと。ラジオ体操も。ケティさん、アスリートっぽいのにな、だって本当皆無ですね、ここは。すごい人は。そうですね。DVD 見たり、漫画読んだりとか好きですか？そういうのも好きですよ。好きだけど、動かないことが何より好きです。あー、なるほど。家にいる。定位置に座ってるとか、すごいよ。5、6時間座ってられる。すごいそれはすごい。余裕で座ってられると、動かなくていい。真逆ですね、私と。完全に動いてって言われたらすごいし、心が折れそうになる。みたいな、やだ。真逆だ。めぐちんさん、なんかスポーツやってそうだよね。うん、やってそうですね、好きそう。こたつありそう。ベティさんってあります。 ありそう。まだね、撤去されてないからよかった。たまにうちの家が勝手に暖かくなると撤去するんですよ。あら、やめていただきたい。まだ早いからみたいな。私ね、梅雨時期ぐらいまでこたつないとやだ。だって梅雨時期寒いじゃん。結構長いですね。寒いですか？寒いです。だからこたつを背負って生きていきたいって思うぐらいこたつが好き。はあ、なるほど。こたつむりになりたい。こたつむり、新しい。なんか歌あったよね、そういう。お尻かじり虫みたいな。あ、あった。お尻かじり虫でしたっけ。みーちゃん、今回難しそうね、それで。ちょっと難しいですね。手を回転させないといけないので。めぐじさん、私もスポーツは苦手ですよ。あ、そうなんだ。へぇー。なんか健康的なさ、ストレッチとかやってそうだよね。あ、やってそうですね。ヨガとか。あ、そうね、そうね。そういうの、そういうの。ヨガ、テラピス。ピラティスだ。ピラティスだ。ピラティス。ピラティスか。全然違った。うん、こっち、黒くなってます。あ、ごめんなさい。そっちね。はい。シールが浮いてます。やばい。今日難しい。
ウォーキングするぐらいだって、やっぱり。私もうすでに自転車すごい乗ってますからね、毎日、ね、運動といったら本当だよね、うん、あとはもうダンスと、うん、そうだよね、筋トレと、ね、はい、まあ、動いてる方だとは思います、うん、本当偉いと思う、うん、ボケなくていいんじゃないかな、そうですね、その予防にもなるし、多分私、うん、運動してなかったらもっと太ってたと思います、そこはね、そうだね、そう思う、うん、食べたかったエアロバイクだって、ね、エアロバイクみたいにかっこいいのだったらいいんですよ、うん、まだママチャリですしかも茶色、愛車は愛車はママチャリです、そうでミーターパンクすると超キレてくるほんとショックなんですよ、ね、1ヶ月に2回ぐらいなんかパンクしたことあって、ね、ありました、めっちゃキレてたもんね、ほんとにで畜生とか言ってね、めっちゃキレてた、なんでと思って、で自転車屋さんが開いてないことにさらにキレてたなんで開いてないんですかねとか言ってそれは自転車屋さんの都合だからしょうがないよって言って、うん、ほんとにイラッとしますよ、メルティさんがママチャリだって、そうですよ、カゴ付きです、うん、中学の時からずっとです、うん、ずっとママチャリ茶色です、茶色ですちょっとサラスピンクとかにしたいなと思ってるんですけどね、こち亀亮さんをちょっと想像だって、だいたい合ってる、そんな感じだいたい合ってると思う、あ、亮さんっぽい、本当ですか、女版亮柑橘じゃない、マジか、うん、今度からガニ股で歩いてもらっていいですか、ガニ股で、ね、どっちかっていうとそういう感じね、そう、まあ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 、まあ、そうですかね、サザエさんとかではないんだ、全然違うよ、サザエさんチャリに乗ってるとこ見たことないわ、でちなみにあれでママチャリの構えのカゴになんかキャリーケースあ、そうですね、そうよくキャリーケース持ってるんですけど、うん、チャリでチャリのカゴ、あのフィットするんですよ、ぴったりなんですよ、いやあれはフィットさせたんだと思う私が想像するにガッてなったんですよねカゴがブイってなったのかな、絶対そうだよ、そうそうだよ、だってこの間炊飯器積んでたじゃん、炊飯器は積んでました、でしょ、うん、お誕生日プレゼントもらったんです、でしょ、だから多分ね、めぐちんさんの両津柑橘ってのは合ってると思うすごいちょっとすっきりした、あ、それだって思った、確かにそうですね、量産っぽいかもしれない、言われたら、かつしかしばまたですね、うん、今もうアニメやってないんですか、やってないんじゃないかな、そうか、知ってますよ、見てました、本当、うん、私っぽいと思いながら、それは思ってないですむしろレイコさんみたいになりたいと思ってたんですけど、ちょっと無理そうですね、そうですねどっちかっていうと怒られる側っぽいですね、レイコさんに、そうですね、うん、そっち寄りになってしまう、ターボ付きママチャリワラだって、ターボ付き、それあれでも自家製でしょ足ギャンって回すとターボそういうことかやばいですね、うん、てか今何分ですか、今もう35分だよ、やばい、やばいよ、もう光くん出てきますやってるんだよこれ、うん、やばい、今日全然あれ時間外あ、なんて言えばいいですか、予想外です、予想外全部取れたかな、これみーちゃんのママチャリで白バイ追い抜いて捕まりそうだってみーちゃんでも車道走ってんでしょ、走ってます、うん、だしょう、ね、たまに多分違法チャリンコですよ、うん、こりはそうです、うん、なんかだって歩行者の方危ないじゃないですか、お前で危ないみーちゃんですよ危ないのは、多分うっそー、うん、そうですかね、予想だとみーちゃん多分すごいと思いますよ、ブンブン人混みをかき分けてチャリンコで、あーでも否めないですね、でしょ、うん、そういう想像してたもんはいけないことに携帯とかいじりながら自転車乗ったりしてるよ、うん、たまに、ほらそれ関口さんにすごい怒られてたじゃん、怒られました、自転車乗りながらやらないの危ないからお前さんに捕まるんだよ、そういうことしてると、ねえ、私もう何度捕まったか、やっぱり、うん、で、あれでしょ、お前さんに悪態ついてる、なんでですか、うん、めっちゃ機嫌悪いです、やっぱり、はい、え、やっぱり仕事帰りって言われて、はい、
早くしろよみたいな感じで携帯見て、はい、皆さんみーちゃんの今もうちょっとあのその部分がいっぱい出てくるのでどうぞ黙ってご鑑賞くださいもう早く帰りたいのにと思ってお前さんにそうで、あの君そういうこと言わないのだけど歯向かってるのって言われて、そこまで言わないですけど、うん、もう早くしろよオーラ出してます、はい、警告されるようだって、もう警察官に警告されて捕まってるっぽいですよそうです、もう捕まってる。車の免許はだって持ってません。取らせたら危ないですよ、すごい危ないですよ、うん、本当に危ないかもしれない、うん、すごい言われると思うよ。さあ時間、警告どころじゃなくて、うん、ちゃんとあれでしょ、止まってくださいって言われてるんでしょ。そうそう、止まって止まってって言われて、うん、で、何ですかって聞きました今の聞きました、もう一回お願いします。何でですか、何ですかだから本当に多分そういう言い方してるんだと思います、私はって言って、うん、で、うん、いやもう携帯危ないからって言われて、うん、はい分かりましたって言ったら、うん、あのなんだっけあれ、登録あのあれするか、名前教えてって言われて、うんうんうん、名前言って、うん、向こうが確認取ってる間に携帯見て早くしろよオーラ出してるんです。あもう本当になんかもう親に歯向かう高校生みたいな感じですけど心配です、私は。いやだってまあまあ確かに危ないですけどね、分かってるんですけど、うん、皆さん今聞きました、いい子じゃないですよこの人やっぱいち早く LINE をしたいとかってね、うん、あるので、なるほど、そういうのすると、うん、やっぱりしかも前にあったのが、うん、あの携帯ではないんですけど、うん、私あれ忘れちゃうんですよ、電気つけんの。あ夜ね、そうです、うんうん、で、うん、前に電気をつけないで走ってたら、うん、まあ案の定交番のおまわりさんに捕まり、うん、番号をあの教えてじゃなくて、なんだっけ、ナンパ、それはおまわりさんの名前の、うん、名前のあれ教えてって言われて、うん、やられたんですよ、またそのなんだっけ登録を、はい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 、したら、うん、あの気をつけてねって言われて自転車越えで、うん、それが橋の手前だったんですよ、うん、で橋越えた後にまた捕まって、またかよと思って、君、はい、電気って言われたから、さっきもう言われましたっつって、うん、逆にしちゃって最低ですね皆さん、なんかもうそこ連携取っとけよと思って、一本の柱のにと思って超上目線本当にひどいですね。そうで思ったっていう日もあったんですよ。そう、今年の目標はおまわりさんにむやみに切れないでもらっていいですか。はい、無糖化だね。無糖化、無糖化で捕まったのね、電気つけないってこと。あ、そう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 、そうです。ああ、と思って。ああだよね、ほんと。あとは、うん、あの前に自転車を止めてて、うん、買い物に出て帰ってきたら、うんうん、あの私自転車にドリンクホルダーをつけてるんですよ、うんうん、そのドリンクホルダーが折れててマジショックで、うん、でもそういう、それもちょっと一人で半切れしてました。ちゃんと切れないよって思うもうちょっと大きい声言ってもらっていいですか、今のふざけんなよは。いいです、いいです控えめに行きます、おしとやかにぐらいふざけんなよって、ドリンクホルダーがなくなったぐらいでいやいやいや、結構大事ですよドリンクホルダー。まあね、うん、さあもうちょっとで完成します。おあ、今日はちょっと難しかったですね、手首は。そうですね、うん、くるっと回すのはね、くるっと回すのが結構大変ですからね。はい、でももうちょっとできそうなので、うんうん、もう出口さんも多分ね、
今日アングリ当ててると思うよ。何時ですか？いやダメだよまったく。いやだって桜の季節だよね。綺麗だって。そうですよ、うん、もうね開花宣言も行われましたし。もう咲いてるんですかね。咲いてますよ、ところどころ。みんなお花見行くのかな。行くんじゃないかな。うん、私は好きじゃないけど。虫いるしね。うん、本当です、ね、居酒屋で飲んでた方がいい。はい、ありがとうございますって言えばぶち壊そうな、うん、みーちゃん電車とバスとチャリカーだって。電車とバスもそんな乗らないでしょ。あ、電車は乗ります。あ、そう。バスは全く乗らないです。ほぼチャリじゃない。ほぼチャリです。だって代官山までチャリで行ってるでしょ。はい、新宿、代官山、高田馬場、はい、渋谷単位は自転車で行けます。全然、うん、余裕で。素晴らしい、うん、だって、ね、高校生の時に、うん、って話しましたっけな。高校生の時にボロ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 ですからね。高校生の時に積もっちゃった、はい、あれ、あの暇で友達とどうするって言ってて、はい、2人ともチャリ持ってたんで、はい、あの学校が葛飾区だったんですけ ど葛飾区からディズニーランドまで行きました、はい、チャリで。そう、チャリで。衝撃ですね超頑張りました、うん、ということでできました。あー、みーちゃんはいい方だよ。地方のギャルや高校生などマナー悪すぎだって。あー、みーちゃんも大して変わんないよ。いや、そんなことはないですよ、うん、ということで完成です。あ、かわいいですね。ちょっと自分のタトゥーにかぶっちゃってるけど、まあまあまあ、いい具合に。あ、じゃん、かわいい、かわいい。内側にちょうどあの見こうか、あのここに一枚の桜が来るようになって、くるっと回すと花の。今回ちょっとあの自分の手にやるの難しかったですけど、はい、まあでもあのラインもしっかり取って、桜が分かるようにしたのと、あとはこう途中途中に桜の花びらが。そうだね、可愛いね。そうなんです。うん、ピンとかはない。こっちがいいかな、こっちにも、うん、はい。で、あとはピンクでグラデーションをかけました。素敵です。真ん中の方をちょっと濃いめにして、うん、かわいいと思います、うん、かわいい、うんうん、ちょっと時間かかっちゃったけど今日は、うん、いいと思います、はい、ブレスレットっぽくていいです。ブレスレットよかった、うん、それでお花見行ってね、実力をアップしていただいて、うん、そうですね、ちょっと言わないように、はい、ごめんなさいなんだよちょっと今日は時間かかってしまったんですけども、はい、こんな感じで3月の桜ボディペイント、うん、ありがとうございます、うんね、はい、完成、いい感じです。はい、ということで、うん、はい、こんな感じで来月また新しい宿題を出していただいて、はい、お願いします、はい、ということで次のコーナーに行きたいと思います。ちゃちゃっと次のコーナーはテープいっちゃいます。いっちゃいましょうか。おい、ということで次のコーナーは光博士のベープ講座イエーイ。ということでお待たせいたしました。すいません、はい、謝んなくたっていいんだよ一回休んだんだからそうだそうですということで、光博士、よろしくお願いします。どうぞ、真ん中で。失礼します。はい、今日は台もついてるし、はい、ということで。あ、これちょうどいいです、これ。あ、よかったです。気温な感じが今回もベープのことについていろいろとお伺いしたいのですが、はい、前回は、スターターキットをご紹介していただいて、うん、はい、で今回は何を。今回は、前回のは、ビジョンスピナー2っていう、はい、スターターキットを紹介したんですけど、はい、あれだとちょっと煙の量が物足りないかなって思った方に、次のステップ、一つステップアップした
スターターキットを紹介します。ほい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 、これです。じゃじゃん、わ、大きい、はい、ちょっと太くなって、うん、前回のと比べると、うん、形はこの間のとちょっと似てますね。そうですね、細長くて、うんうんうん、これアスパイアっていう会社の、うん、CF サブオムモッドっていうものなんですけど、はい、このまあデザインは、赤、青、グレーとこの黒の、青、グレーと黒、4色ですね。で、一応素材は全部こういうカーボン調っていうんですかね、カーボンっぽい、あ、ちょっと見えにくいかな、になってます。で、上についてるのはこのアトランティスっていうタンクなんですけど、こっちも、アスパイアが出してるタンクなんですけど、このモッドの特徴は、このタンクにありまして、このタンクが、業界で今騒がれてる、爆炎が出る、爆炎が出るというモッドです。なるほど。で、まあ、ちょっと最後にするんですけど、充電は前のと同じように、この、こういう充電器が、なるほど、あのパソコンとかにも投げるって言ってた。こうくるくるくるっと回してもらって、こっちが USB になってるんで、パソコンつないでもらって、まあ、寝る前とかに充電してもらえれば大丈夫だと思います。なるほど。で、こっちのタンクの方も前と同じようにこの底の部分開けてもらって、はい、こっちが口ですね、こっちが口で上の方底側から開けてもらって、こぼれないように、こぼれないようにジュースを入れてもらえれば、はい。でもやっぱさ、ここが大きいってことはさ、はい、ジュースをいっぱい入れとけるってことだよね。そうなんです。前のやつをね、そうなんです。やっぱ容量も増えてるんですよね。容量も増えて、まあちょっと見た目は大きくなっちゃってるんですけど、かっこいい。電源も一緒？そうです、電源も今これオフにしたんですけど、このボタンの部分を早く2秒以内に5回、今5回押したんですけど、もう一回、オフにするときは 1,2,3,4,5 というとこう点滅して、もう押しても大丈夫なんで、ほいほい、一応カバンの中とか入れて持ち運ぶときはつきっぱなしになっちゃわないようにこうオフにしといてもらえれば安全ですね、はい、なるほど。じゃあ吸ってみます。はい、めっちゃ吸ってる。めっちゃ吸ってる。めっちゃ吸ってる。クラウドチェイサーってやつじゃないですか。おお、すごい。ベティさんの顔が見えなくなった。いやー、すごーい、はい。味とかは？味もこっちの方がしっかりやっぱり出ます。おお。前この前回紹介したものよりこっちの方が味もしっかり出て。じゃあなんかこうリキッドとかも、はい、こういろんな味を選んで、そうですそうです。こうやったりとかするには、はい、こっちの方がリキッドの味を楽しむならもう。おすすめです、ね。ああ、うん、なるほど。美味しく感じていいよね。はいはい。うんうんうん。そうです。へえ、すごい。やっぱ煙の量がすごいですね。すこの間のより。はい。おお、すごい。すごいね。真っ白。なんで笑ってんだよ。はい。そうなんです。なるほど。じゃあこの間のやつを持ってて、はい、でこっちを次に買うのはいいよね。そうですね。なんか大きいからさ、家、はい、ではこっち吸ってて、そうですね、煙の量もやっぱり、うん、多いんで、ね、うん、外でちょっとっていう人は、うん、こっち家で使ってもらって、うん、前の方を外で持ち歩く。なるほどね。いいですね、そういう使い分けもできるし。うん、そうですね。味だったり煙の量とかも楽しめるし、本当にこれは楽しめる、ね、すごい、はい、なるほど。あ、めぐちんさんがこんばんはって。こんばんはこんばんは。前々回休んだ光博士です。博士、すいませんでした。いいですよね、別にさ。そうするとでもさ、はい、これいいよね、リキッド何本か欲しくなるよね。そうです、そうです、本当に。で値段の方も、うん、まあ、そんなに大きく変わるわけでもない、若干こっちの方が高いかなっていう。なるほどなるほど。
うーん、なるほど。本当に2本持ちぐらいで全然。そうだよね、はい、うんうんうん、いいですね、はい、4色あって4色あって、うんうん、男の子に人気そうですね。そうですね、この大きさはごついんで、うん、かっこいい、持ってて、はい、うんうんうん、すごくあんまりちっちゃすぎもなく、なるほど、ちょうどいいサイズですね。ね、うん、いいですね、うん、なるほど。なんていう会社だっけ？アスパイアっていう会社ですね、はい、アスパイア、ここに書いてあるんですけど、うん、のこれは下側が、CF サブオーム、なるほど、サブオームモットって言って、この上の方が同じくアスパイア、ちょっと見えないかもしれないんですけど、はい、アスパイアっていうブランドの、うん、アトランティスっていうタンクです。なるほど、なるほど、これもいろいろ組み合わせられるんですか？そうです。そのタンクも変えたりとか。タンクの方も、このモッドはかっこいいけど、うん、こんなに煙が外で出したくないっていう人は、あ、あの上のタンクだけ別のものに変えてもらうと、あ、なるほどね、もっと煙も抑えられて、でも基本このアスパイアから出てるこのタンクはどれも味がしっかりするんで、いいと思います。なるほど。なんかそうなってくるとさ、リキッドの方も気になるよね。ねえ、気になります。ね、思いました。なかなかネットじゃね、伝わらないね。伝わらないですね。ちゃんと君、あれ、ひこまろぐらいの勢いでリポートしてね。そうですね、食レポしてもらわないと。そう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 、味レポ、味レポ。あ、ゆう、さん博士、うみーさん、私なんで やっぱ、僕が言うとあれっぽくないですか？もうどれっぽい、知ってるじゃん、みたいな。そんな味知ってるじゃん。それをこう視聴者の方に伝えていただいて、はい、うん、だってまずいのをまずいっていう、うん、まずいのを美味しいとは言わないですよ。そうですね、うん、まずいもはまずいって、はい、うん、ぜひね、近々ジュース、そうですね、次回はね、博士のおすすめだったり、おすすめジュースメーカーもあるじゃん。これでさ、はい、味をあれしてさ、うん、はい、これで伝えてきます ね、うん、ね、いいですね、はい、ぜひよろしくお願いします。ということで今回はアスパイヤー、アスパイヤーのベープ紹介でした。サクッとやって、サクッと言った、サクッと言った。覚えてよ、アスパイヤーの、アスパイヤー、アトランティスと CF サブオームだよ。はい、覚えました。ちなみにサブオームっていうのもちょっと気になるので、はい、その辺の質問はね、はい、次回、次回、そうですね、そうですね、ぐいぐいとお願いします、うん、よろしくお願いします、はい、ということで、ひかり博士、はい、ありがとうございました。はい、ということで、煙出とったね。ねー、すごかったですね。この間のよりも何十倍、何倍？そうだよ、10倍くらい。緊張してるせいか、サクサク終わらせちゃって、タンタンタンって聞いてたね。いや、なんか、ほら、時間のせいにするのか。時間さ、そうです。次のコーナーもあるから、はい、ね、ありがとうございます。はい、ということで、じゃあ、はい、次のコーナーに行きたいと思います。そうですね、ミーナのホリシ観察記録、ちょっとトーンがおかしかった、はい、はい、ということで前回から、うん、ありがとうございます、はい、始まりました、はい、私のホリシ記録でございますが、はい、前回は、まあ、ピザを、ピザをご紹介、はい、あとピザとノーティカルスターですね。あ、そうですね、うん、赤の、赤のノーティカルスターを紹介させていただいたんですが、はい、今回はかわいいかわいいお姉様たちの、はい、タトゥーを紹介したいと思います、はい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 、この間ですね、お友達、んほーってめぐちーアベープを、うん、この間ですね、あの、お友達2人で、うんうんうん、女の子たちがご来店くださりまして、うん、で私が入れさせていただいたんですけど、うんうんうん、1人は、見ていただきましょうか、写真。そうですね、じゃん、ドゥドゥン、まずお一人目、お作りするのは見えます、うん、あ、こちらです、はい、星座タトゥー、ね、はい、これは何座だっけ、お羊座、お羊座かなですね、はい、を、あの、腰の、足の横の中心部らへんに、うんうん、ちょうどセンターらへんに入れたんですけども、
こちら2種類、星座もね、あのラルーシュは2種類あって、うんうんうん、こっちはちょっとかっこいい目の方ですね、うんうんうん、かわいい目の方はもうちょっと丸丸ってなってて、うん、横に星がついてたり2つ星がついてたりしてっていう2種類のデザインが楽しめるんですけども、はい、お姉さんは結構かっこいい目の方が似合うなと思って、うん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 、こっちのシンプルな方を選びました、うんうんうん、はい、はい、結構あの、あ、今日棒ない、ここの部分、うん、あの右と左のあれが違うんですけども、カーブの形が違うんですけど、うん、こっち側は、うん、ありがとうございます、棒が出てきた、こっち側は結構シュンってしてて、うん、そこの鋭さを出すのがちょっと大変でしたね。なるほど、なるほど。で、あとはここのセンターのまっすぐ引けるかどうかっていうのはちょっと緊張したんですけども、うんうんうん、なんとか頑張りました、はいはい。そしてもう一人のお姉さまはじゃん、こちらです。腰のところにハート、かわいいですね。かわいい、シンプルなワンポイントなんですけども、こちらはですね、あの両方あのハートがね同じ形なので、そこを均等にするのがとても難しかったですね。あとは これはラインが太めなんですけど、あの右のこのハートのカーブも、うんうん、左のこのカーブも、うん、全部あの隙間が均等にならないとやっぱり崩れて見えてしまうので、うんうん、この一本の線が全部きれいに均等になるように彫るっていうのを意識してやりました、うんうんうん、はい。であとはね、形もあの左右対称、対称、うんうんうん、左右新芽でね、うん、あの入れられるようにっていうのを意識して入れました。可愛、うんうん、いワンポイントのハートと、うん、お羊座のマークでした、はい、うん、はい、いいですね。ありがとうございます。両方とも場所がいいね、うん、うん、そうですね。可愛 かった。やっぱちっちゃいのは場所が命ですね、はい、そうですね。結構悩んでたもんね、いろいろね、うん、合わせてみたりね、悩んでました、うん。最初このハート入れる子は、うん、どこだっけ、二の腕だ、うん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 、二の腕のところと腰とって迷っていて、でまあお仕事の関係もあって、うん、腰の方がやっぱり隠しやすいし、うんうんうん、場所もすごくこのところの方がさりげなくていいし、うん、出したい時出せるし、うんうん、海に行ったりしたら水着着たら絶対見えるし、ね、とても可愛い場所なんじゃないかなと思って、ね、いいですね、はい、という感じで。めぐちんさんが可愛いね、だってありがとうございます、うん、いいと思います。よかった、うん、まあなんかちょこちょこと、はい、淡々と一歩ずつ、いいですね、はい、なんかこう見れて、うん、はい、そうですね今また別のね新しいデザインもいろいろ考えてるので、お、はい、なるほど、いいですね。結構やっぱり外人さんが多いので、うん、外人さん受けの良さそうなタトゥーとかいいなと思って考えてるわけですね。考えてます。ほいほいほい、まあね、いつかそれのデザインも広めていけたらなと思いますので、ね、そうだね、はい、今後も頑張りますのでよろしくお願いします。はい、はい、ということで、はい、なんとか駆け足でしたね、今日は駆け足でしたね、ちょっと後半詰まっちゃってすいません、はい、ペイントが予想外の時間になってしまったんですけども、はい、いいって思いますよこんな感じで、はい、今日もなんか充実した一番、うん、なんかやっぱいいじゃないですか、手首ね、いいです ね、 ね、 いいね、これ入れてしまうとやっぱタトゥー入れたくなっちゃうんですよね、はい、ペイントって、はい、私いつもやってて思うんですけど、うん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 、最近ね、ここのハートをちょっと色入れたいなっていう話って、うん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 、この間したっけな、色入れたいなって、うん、でいつかこうやってあのブレスレットにもできたらなと思ってるので、かわいいよね、そう、うんうん、今この桜をやってしまったから、うん、なおさら欲しくなった。そうだね、うん、英語もやってね、わらわら、はい、英語も頑張りますはい、ということで、はい、こんな感じで、こんな感じで、え、いい感じの時間ですね。そうですね。ということで次回はもう4月ですか。はい、そうですね。春らんまんですよ、もう。新学期ですよ、新学期。新学期です。やばい。ということで、はい、次回は4月になります。はい。ということで次回も遊びに来てください。それでは。